これをね輪切りにします。今からコマを作ります。で3つ作りましたけれども、サイズ的にね細い方がいい。なんでかというとネジの長さがねこのぐらいの長さしかなかったので、これね太いやつだったらもうちょっとな長いねネジとか釘でいいんですけど、まあ、作り方は同じなのでねこれで作ります。ではまずね皮剥ごうかと思ったけどこのままいくか、うんうん、もうワイルドにこのまま作っちゃいますよ。ということで、これねネジで回して、入れてきますね。で、ま、これ大事だよね。これ中央だね、うん、中央この辺だね。よし、これでクリクリクリって回してやると。ちょっとずれたかな、まあでもいけるでしょう。はい、そして紐、これ紐はね何でもいいです。ちょっと太めのね紐で、やっぱちょっとこれでもね太いぐらいかなと思うけれども、これをこうつけてやってと。じゃあいきますよ、はい、こうぐりぐりぐりと紐を巻きましてと、はい、チュン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 、せーの、よいしょ。うまあ回ったけ ど, 回ったけどやっぱりここのサイドがね、うん、当たるんだな。 ここのサイドがね、うん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 、だからここをカットしてやると当たらなくなって安定するんだよね。角を落としてくんね、うん、これ指気をつけてね。まあ皮取った方がかっこいいか。皮取った方がかっこいいね。格好も大事だもんね、コマね。ここになんか模様とかも描けるしね。まあちょこっとしかいかなかったけど、まあ多少効果はあるかな。これでいってみるか。こんな感じ。こんな感じ、うん、少し血よりは無理だな。巻き方が大事なんですね。よし、来た。おお、来た来た来た。どうでしょう。ああ、結構回ったよ。でも今までで一番、ね、うん、こうして綺麗に巻かないとね。ここを通すか。こうしてここを持ってきてここに乗せてこう巻き方大事。よーし、これここまでか。いくよ、せーの、よいしょ。ほらどうだ。すごい回ってるよ、回ってるよ、回ってる。はい、ということでね、成功しましたね。結構回りましたよね。回った回った。ただやっぱり中央が少しずれてるんだろうね。早い回転の時は安定しなかったけど、緩くなったらね、うん、安定しましたよね。なんていうのかな、うまく説明できないけど、まあいずれにしても、まあ簡単にコマ作りましたけど、まあそこそこね、市販のコマみたいにギュンとねうまくはいかなかったけど、まあ割とね、ただ何個か作ればそのうち当たりもありますんで、まあ3つ4つ作ってみてね、回りやすいコマって当然出てくると思いますんで。そうですね、うん、ただこれでもね十分回りましたね、うん、じゃあちょっと慣れてきたところでもう一回行ってみるよ。はい、まあ、糸の巻き方とかもいろいろ研究の余地がありますね。そう、糸の巻き方大事だね、うん、あと糸の材質っていうか、そう、この材質じゃなくてね、もうちょっと細い方がいいかな、うん、そうだね。でもうちょっとネジが長いと上とか下でも、うん、ね、噛んで任せることも。じゃあ噛むとね、まだあれ、噛むとまた別問題が発生するから難しいんで。そこも研究が必要ですね。研究研究、はい、いきます。よいしょ、ほら、おお、ほら回った。お、回った回った回った。ね、どうですか。ちゃんと回ってますよ。回ってるだろう、うん、おお、これね、もうボロボロになって使い物にならなくなった補修に補修を重ねてももうダメだね。そう、ということで この番線使おうか。はい、これ切れるかな。くる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 。で
と曲げて、よっと、よし、取れた。よし、これを。ここに刺すと。こんな感じでね。突き抜けた。突き抜けたけどね。それだってゆるゆる。そう、ここをねどう止めるかっていう問題が出てくるよね。芯がね抜けないようにこうビニールをかませてね。ゴムとかが最高なんだろうけどね。だいぶ硬くなったよこれで。よいしょ。こんな感じでね、中にビニール入れたから抜けなくなりましたんでね。よし、あとは余分なビニールを。どうだ、あ、今、今ちょっと回ったね。かなり力、コマに力が伝わりましたけど、斜めってたから、角がぶつかってね、減速して止まっちゃいましたね。でもね、今ね、コツ掴んだ、今ので。今のでね、コツ掴んだ。いきますよ、はい、やっぱり引く力、どうだ、あ、すごい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 、だろ、うわー、すごい、なんか不思議よく回ったね、これはよく回ったね、よく回ったよこれ、うん、これ中央にうまく刺さってんだろうね、番線がね、これはすごいわ、これはさっきのよりかなり、うん、力強いね、すごい、あ、今ので回ったから少しずつ下にちょっとスカスカなのがたまに傷まあここね、瞬間接着剤とかで固定してやってもいいですよね、あ、そうだね、うん、まあこういった針金の太いやつですね、番線っていうのかな、使ってもうまくね回りました。でこういったとこね、接着剤とかゴムとか入れて固定してやるとよりね安定するのかもしれないですね、うん、でさっきも言ったように皮剥いで色塗ってやったり、ここのねサイドを削ってね、より安定感を増すっていうねやり方もありますけど、こんな簡単な方法でもね、ちゃんと回りました。まあコマは回るからね、ここにね似顔絵とかなんかマークつけても回ってるうちは見えませんので、やっぱり線がいいかなと思うね、まあ、止まった時に干渉するんだったらまあ何でもいいんだろうけど、こうね、赤線、まあコマってこういう模様多いですよね、うんうん、こういう赤線を入れてやると、なんていうの、うん、回った時に線がシューってなると、こんな感じ、うん、もう外周一発いくか、うん、そうだね、黒いのも入れたいんです、で回るとね結構綺麗になるんじゃないかなと思いますんで、じゃあ早速回してみましょうどうだろう、面白いよ、うん、これいた、安定した、やっと安定しましたよ、うん、でやっぱり模様入れると困らしくっていうかね、困らしくなったね、なんかいいよね、あら、なんか斜めりながらもう結構回ってる、うん、粘ってるよ、うん、うん、ね、あっち行ったりこっち行ったりしないでとどまったもんね、おー、はい、うん、これいいかもしれない、行くよ、はい、どうだどうだ、母さん、お、行った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 、おー、これはいい、まっすぐ行った、まっすぐ行った、まっすぐ立ったね、どうですか、やっぱり色塗るといいよね、なんか回ってる感があって ね、 いいね、ほら安定した、安定したね、よく回るよ、おお、うん、まあこれ見るとやっぱり中央が少しずれてるっていうのが分かるよね、なるほど、ずれてるっていうのがね、あ、確かに、うん、ただその辺手作りだとね難しいけど、何個か作るとね、お、これはっていうのがね出てくるのかななんて思いますよね、うん、あ、でも随分回ってる、いや、よく回るよ、うん、安定してる、もう威力なくなったけど、素晴らしい、おお、大成功だね、母さん、大成功です、ということで丸太でね簡単にコマを作って回してみましたね、いろいろその
中央に穴を開けるとか、この紐との相性、あのコマのね、ここの太さとかね、いろいろ考えながらうまく作らないと回りませんけれども、まあそういったところをね、試行錯誤しながらコマを作るのも楽しいんじゃないかと思います。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。